はい、マジマジ、ですね、やっと来ましたっていうか、あのロサンゼルスかちょっと離れてゴールデンサドルサイクリーっていうですね、あの今自転車の文化っていうのは昔、まあ、ヨーロッパだったんですけど、最近やっぱアメリカ、しかもロサンゼルスから今発信されてます。まあ、その、まあ、インスタグラムとかでよく見るようないいねが多いとかっていう自転車、大体この自転車屋さんからまあ発信されて提案されて、それが今のスタイルになってるかなと僕ら思ってて、ちょっと僕ら真似することあります。でそこのショップに来れて、さっきビデオ撮っていいよって許可もらったんで今撮ってきます。いきなりですけど、僕が欲しいシビックのタイプ R あるんでめっちゃ欲しいです。これ日本で買うと多分600万くらいします。マフラー3つも出てるんで。そう、ミフラー、まあ、3つ付いてます、マフラーカップル。みんな面白いスタッフたちで、じゃあ中入ってみましょうか。はい、撮ってもらいます。カウンターもバッテン、日本だとやっぱりバッテン文化がない、面白いですね。昔の部品とか昔の道具ですね、面白い。これボトルが多いですね。中入ってみましょうか。内部は多分グランピーの2分の1ぐらいの広さですね。基本サーリーとオルシティ扱ってて、味がいい感じになります。ボトルもですね、なんていうかな、なんか消耗品、消耗品とか日用品、まあ、ちょっとやっぱりセレクトが違うんですね、普通の自転車さんと。すごい参考になります。シューズもなんかいっぱい色があります。これグランプリになります。WTV 置いてて、タイヤも WTV 置いてて、グランピと同じような感じ。今整備中の自転車があって、これもグランピと同じようなスタイルで組んでますね。フロントシングルで、後ろ大きいギアでトムソン。そうですね、やっぱり日本と全然違う感じですね。まあ、当たり前だけど。じゃあ奥にあのちょっと広いところあるところ行ってみましょう。これもねすごい自転車。なるんですか。まあ、みんなのコミュニティスペースとか、まあ、あの修理された自転車があったりとか、いろいろですよ。やっぱ日本と違ってこの湿気がないんで過ごしやすいですね。自転車乗りやすいし、今日もあのパタゴニアのこれ着てます。これはこの自転車なんかめちゃめちゃかっこいいですね。ロッキーマウンテンのミューターなのかツーリング車なのか、こういうなんかボロボロでちゃんと乗り込まれて自転車っていいですね。その人のなんか人生観が出てる。まあ、今日僕がここに来て一番気になったのがシビックのタイプ R とあのバイクなんですけど、じゃバイク何か見に来て。ストックルームが広いですね。これはトライアングルですね。
トライアンフのボンネット、もう結構ガチにカスタムされてますねすごいですね。ステアリングダンパーついてますかっこいい、やっぱ過ごしやすいですね。お、これこれバーベキューやるやつですね。広いですね。この先からはちょっと行きづらいんで行かないです。こんなとこですかね。あれちょっと写真後で撮ってまた写真をシェアするようにします。多分土日になるとここにサイクリストがいっぱい集まって、まあ、コミュニティの場になるっていうか、やっぱり日本の自転車屋さんってやっぱりそういうのが足りないと思うんで、まあ、みんなが一個の趣味でこのいろんな職業とかいろんな年齢の人が集まるっていう、まあ、そういうスタイルを、まあ、僕らも提案していこうかなと思います。すごいお手本になる店っていうか、まだこういうショップがまだわからない、この良さがわからない多分ショップさんなんかは多分真似するといいかなと思います。今参考になるゴールデンサウリサイクリングの紹介です。ということで、スワブの工場に工場っていうかオフィス兼ストアがあったんですけど、その後ろにこういう、まあ、工場が入っていいよっていうのがあったんで入らせてもらいました。でここで短パンとかジーパンとかほとんどのものをここで作ってるそうです。まあ、機械とかも全部、まあ、同じみたいなんですけど、ジーパンもなんかそれぞれの役割があって、なんかなんていうか流れ作業で作ってるみたいです。すごい。まあ短パンサイクリストの僕としてはすごい嬉しいところですね。僕のスワーブの短パン、僕もスワーブの短パン3つぐらい持ってて愛用させてもらってます。すごいです機械。おお。猫が多い、猫がいっぱいいます猫の毛がすごい、うん、さっきなんかサンプルジャケットを見せてもらってまだブルーラグがまだ見てないと言ってましたそんなところですか。ここで作られてるんで、グランピーで売ってるスワブの短パンはここで作られてます。すごいですね。やっぱこういうの見れるっていいですね。まあ、糸もいろいろあります。でもああいう赤とかオレンジの糸って製品で見たことない、多分ベルトとかキャップとかで使われてるのかなと思います。あと自転車もやっぱりスタッフが自転車好きみたいなんでマニアックな自転車があります。そうですね、高そうですねこの自転車、多分チタン製でしょうね。これさっきそこのショップで見たのはスワーブの T シャツが何気にいいかなと思ったんで、ちょっと気になるところです。すごいですね、アメリカの建物っていうのが面白くて、やっぱり上が吹き抜けになってたりとか、まあ、木と、なんていうかな、木が多く使われてます。という静かな工場です。工場っていうか、やっぱこういう本当に僕らが身につけてるものをこういう作る場所にこう入って見て勉強させてもらえるんで嬉しいかなと思います。またより一層ファンになって、多分この YouTube 見た人も自分が履いてるスワーブの短パンとかもあると思うんですけど、ここで作られてるんでなんかまた愛着が湧いてもう1着2着欲しくなるんじゃないかなと思います。ぜひグランピーで買ってください。じゃあスワブの工場は工場見学以上です。工場っていうか、なんか作り出した人がたくさん来るんだって。あ、作り出した人がたくさん来る、うん、今日はたまたま、うん、なんかここも流れ作業で、うんうん、流れ作業でこうそう作ってるって言ってました、うん、そんなとこです。多分日本人でここに来る人ってあんまりいないと思うんで、まあ、この映像を見てスワブこんなとこだっていう風な感じです。じゃあ終わります。ここがスワブの倉庫です。すごいいっぱいあります。
向こうに彼が出荷担当です。まああんまり見ても面白くないです。僕らのこといろんな角度からこうしたらいいかなっていうアイデアいろいろもらってるんで面白いです。すごい天井が高い。すごい面白いとこ見せてもらってます。スワーブの、まあ、オフィスっていうか、まあ、ストアだからそこに来ます、まあ、ショールーム的なところに来てます、まあ、僕らも、まあ、置いてあるあの扱ってる短パンとかもこの辺かな、まあ、まさに これお店にあります、うん、これもあこれもこれもあります。これも以前ポップアップで来てましたね。これも多分これ清水さん持ってますこれ。あとまあデニム、ジーパンもあります。まあ、すごいですね、ジーパンサイクリストと短パンサイクリスト共演みたいな感じ。あと面白いのはトッポデザイン、これ僕らも使ってます。これもあります。あとキャップもあります。そんなとこか。すごい広いですね。T シャツもあります。 T シャツ、まあ、さっき T シャツがすごく良さそうです。だ、うん、まあ、そうです。あんまり喋ることも感じませんけど、あのスワーブ来てます。すごい親切ですね。すごい親切で、あのすごい人たち。そんなもん。そんなもんです。もう帰るところなんですけど、ちょっと撮るの忘れたんで、スワーブの入り口こんな感じです。結構でかいです。マンションの1階ぐらいの広さがあります。スワーブ。すごいみんないい人たちでした。スワーブファンなんでした。買います。